こんにちは、こんばんは、ちまです。先日満開になったかと思った桜があっという間に葉桜になり始めましたね。今日お話しするのは宮本照さんの星々の悲しみです。主人公の清水の20歳前の青春時代の揺れ動く心の心情を描いた小説。18歳の清水は予備校生である。そこで2人の予備校生有吉と草間と知り合う。3人の行きつけの喫茶店には1枚の絵が飾ってあった。去年20歳の画家の絵である。3人はこの絵が語るものに興味を持ち、この絵を盗んで清水の部屋に飾る。その後有吉は癌のため19歳の若さで亡くなる。映画の中の少年と有吉の姿を重ね合わせ、清水は生と死の意味を学んでいく。宮本照さんの星々の悲しみを読みました。20歳前の清水を主人公とした小説です。清水は高校を卒業し予備校に入りますけれども、勉強に興味が持てず予備校にも通わず図書館へ通い続けます。そしてひたすら小説を読むのです。そんな日常の中、清水は有吉と草間という2人の予備校生と知り合います。有吉と草間は2人とも医学部志望で、有吉は2枚目で秀才、一方草間は3枚目で成績は中位という存在です。そして3人でジャコーという喫茶店に行くのが日課のようになります。その喫茶店には1枚の絵が飾られていました。本文ではその絵を次のように表現されています。葉の茂った大木の下で少年が1人眠っている。少年は麦わら帽子を顔に乗せ、両手を腹のところに置いて眠り込んでいるのである。大木の傍らに自転車が止めてあり、初夏の昼下がりらしい陽光が周りを照らしている。さやかに風が吹いているのか、葉という葉がかすかに右から左へとなびいている。それだけの絵だった。絵の下に絵の題と作者名が書かれ、星々の悲しみ、島崎久夫、1960年没、享年20とある。この絵を見て、木陰で眠る少年の絵がなぜ星々の悲しみなのかと、この絵に興味を持った3人はこの絵を盗み出し清水の部屋に飾ります。そしてその後、新聞で画家の島崎久夫は幼い頃から腎臓を病み、長い闘病生活の末に行った青年だと知るのです。そうした中、初めて絵を見た時、20歳で死んでしもうたんかと言った有吉が体調を崩し入院し、癌のために19歳で亡くなります。亡くなる20日前の病院での次のような有吉と清水のやり取りに、生と死の儚さや不条理な運命のいたずらを強く感じました。11月のある日、初冬の夕日が落ちてきていた。有吉は仰向けに寝て、首を窓に向けたまま僕に話しかけようともせず、じっと暮れなずむ空に向けていた。俺、何やってもあいつには勝たれへんような気がしてたんやけど、やっぱりそうやったなと有吉がつぶやく。でも草間のやつ、俺の妹に気あるんやけど、妹はお前のことが好きなんやと言うと、いきなり有吉は、俺は犬猫以下の人間やと叫ぶ。自分では何の対策を講じることもできず、天寿を全うすることのできないもどかしさから出た有吉の心の叫びだと思いました。星々の悲しみを残し、20歳で夭折した画家の島崎久夫もまた有吉と似たやりきれの思いがあったのではないでしょうか。それが彼にこの絵を描かせたのではと思いました。自分ではどうしようもない状況に陥った時、最後に人は何にすがれば救われるのかを考えさせられました。祈ることしかできないのでしょうか。その後、新聞に小さく絵の盗難が報じられます。清水は絵を返さなければと、冬の早朝、妹の助けを借りて100号の重い絵を自転車の荷台に積んで寂光へ返しに行きます。そして絵を喫茶店の上り口に置くと、全速力で逃げ去るのです。絵を返し終えた帰り道、清水は有吉の見舞いに行った時に、弱った彼が最後に自分に見せた笑顔を思い出します。絵を返し終えたことで、有吉がいなくなったということが
やっと実感できたのではないかと思いました。読み終えてしばらくすると、様々な場面が思い起こされ、その場面場面で病や死の無常さを感じ、それと同時に若さゆえのたくましさも感じました。本作品の作者である宮本照さん自身の読後の感想をお聞きしたいと思うのは私だけでしょうか。今日が幸せな一日でありますように。